こんにちは、松本えなです。なんと今日から1週間私服チャレンジやってみたいと思います。もうね、本当にやってみようって思って今やってるから、行き当たりばったりでちょっとなんかうまく撮れない時もあるかもしれないんだけど、ちょっと私の日常に合わせた私服がどんなのかっていうのをちょっとね、皆さんにご紹介していけたらいいなと思っています。で、いつもね、クラネでスタイリング組むときは結構なんか全身クラネになりがちなんだけど、今回はリアルなっていうことなのでめっちゃブヒブヒ言う、はい、今回は1週間リアルな私服チャレンジっていうことなので、本当に私が好きなブランドだったりとか、あとはヴィンテージとかもちょっとこう混ぜて、本当にリアルな私服をお届けしていこうと思ってるので、頑張るぞ。あー、でも私ね、本当に週2回今 YouTube アップしてるんだけど、本当に編集作業が追いついてなくて、結構ね、平日だったら子供が寝た後、寝てちょっと片付けたりした後から編集作業に入ったりするから、本当にね、もうこのヨギボーの上でもうほぼ毎日寝ています。もういつもここでパソコン打ったまま、メガネもつけたままグーって寝ちゃって、起きてもここみたいな感じの生活なんですけど、でもやっぱりな、週2回アップしてるから、ちょっともう早く YouTube チーム作ってやっていかないとなって、本当に本当に本当にすごい思ってるので、ぜひ募集してるので、動画作れるよっていう人とかいたら一緒にやりたいと思ってます。あ、よし、じゃあそろそろ子供のお迎えに行きたいと思います。ご飯も作ろうかな。はい、でこれが私のお迎えスタイルになります。結構ね、お迎えの時はもういつもシックな感じで行くんだけど、このアウターがスタイルミキサーの今季のものになります。で、このバッグがクラネのみんなからお誕生日でもらったやつで、このね、モコモコのニットがヴィンテージでもう2年前ぐらいに買ったやつかな。結構お気に入りでよく着てるんですけど、すごい着やすいので、このパンツが、21SS のクラネの新作で、パイソンのちょっとね、筆で描いたような感じのパンツで、すごい楽ちんで気に入っています。で、靴がザローのちょっと女らしい感じのパンプス、はい。でね、もうお迎えの時はね、そんな派手じゃない感じで、もうほんとこんな感じの適当な感じでやっています。もうなってる？本当に。せーの。ママがダメです。せーの。ジャンプ。はい。はい。で、今日は子供たちと一緒に外で遊んだりするので、こんな感じでもう楽ちんスタイルです。もう完全手抜きスタイルなんですけど、サーマルは本当に洗えるし、着心地もいいし、これクラネの1月の新作なんだけど、お尻もすごい隠れるから、すごいペタ靴でもこう体型カバーできるので、私は結構子供たちと遊ぶ時はもうヒールも履かないから、スポッてしてるスタイリングをすることがすごく多いです。で、寒いからまあニットパンツでしょ。で、靴も基本ヒールは子供といる時に履かないので、まあもうほんとスリッパ感覚で履けるマルジェラの、フラットシューズに、
多分ね、あの車にエコバッグとか置いてるので、もうこれ、このちっちゃいやつでそのままスーパー行ったりしています。今日はお友達とランチなんだけど、ちょっと美味しいお店をね、予約してくれてるみたいなので、早速今から行ってみたいと思います。ここなんだ。なんかね、結構人気みたい。美味しい。ガーリック多い方が美味しいよね、こういうのって。はい、今日はお友達とランチに行くので、いつもよりもちょっとガーリーな感じで真っ赤なワンピースを着てみました。このワンピースがね、あのクラネの新作で、1月 SS の新作化になっています。1月発売のワンピースで、あの中にレイヤーしても可愛いし、もうほんと素肌に1枚着るだけでも可愛いから、すごいお気に入りのワンピースです。で、このバッグがあのメアリーオルターダでクラネでセレクトしていたものも今売ってないんだけど、で、ちょっとポイントに持っているのと、このね、中に着ているニットがあのジョンスメドレーっていう、あのすごいね、あのニットで有名なブランドで、すごく着心地もいいので、こちら着ています。で、靴はジルサンダーで、本当にね、ちょっとグレイッシュなピンクベージュみたいな色味の靴で、ヒールがすごい可愛いんだけど、あの赤い服とすごく相性がいいので、この靴で合わせてみました。いかがでしょうか。はい、今日は会社に来てるんだけど、今日はね、外部の方と打ち合わせだったり、あと先行予約会、この前やったやつのすごい人気だったので、あのリピート発注会だったりとか、あと企画ミーティングに、撮影にプレスミーティングが入ってるから、結構みっちりなんだけど、ちょっとね、子供たちも冬休みなので一緒に連れてきちゃいました。なので、あのみんなのちょっと遊びながら、遊んでもらいながら、私はもうミーティングをバーって終わらせて、サクッと家に帰れるように頑張りたいと思います。頑張って冬休みの宿題をやっております。もう頑張れリココ、一日で終わらすんだよね。はい、お仕事行く日のスタイリングがこんな感じです。このね、あのニットもハイネックもパンツも全部1月のクラネの新作なんだけど、すごいね、このニットもライムでめちゃめちゃ かわいくてちょっと鍵編みっぽいデザインになっています。SS は結構あの黒を使いたくないって思う時が多いので、このねパンツはすごい本当に使える、キャメルとかと相性がすごく良くて絶対使えるなと思って買いました。この大きなバッグの中には基本的に iPad とかお仕事の書類とかがたくさん入っているので、お仕事行く時はもういつもこの大きなバッグで出社しています。はい、今日はちょっと時間が空いたので、お買い物に行こうかなと思って、こんな感じのスタイリングにしてみました。すごいね、バランスが可愛いなと思ってこのスタイリングを組んだんだけど、今日の主役はこのベスト、1月クラネの1月の新作のベストになっています。で、このシャツが2月のクラネの新作でしょ。で、バッグはすごい昔に買ったイザベル・マランのちょっと大きいスタッツがついてるバッグになります。で、パンツがコーデュロイのパンツになっていて、これはヴィンテージで、こちらもすごく昔に買ったものです。で、シューズはコスで買ったもので、本当に最近買ったばっかり、超細身でめっちゃ歩きやすくてすごいお気に入りの靴になっています。今回はね、ちょっと全体的になんかモード感のあるウエスタンな、ちょっと雰囲気のあるスタイリングでした。着。なんかとりあえずまずコーヒーかな。とりあえずコーヒー飲みたくない。コーヒー屋さん探そう。あっちとか横
があるから。アイスでいいよね。はい。ほうじ茶ラテのソイのアイス。みなさん何にしたんですか？私はね、いつもほうじ茶ラテを頼むんだ。めっちゃ美味しいよ、ほうじ茶って。味どうですか？はい、大人、めちゃめちゃ大人な味で、私これね、シロップ1個入れたんだけど、入れなかったら多分全く甘さない気がするな。でも美味しいよ、大人の味で。えなさん、実は今日で5日目です。最終日、やっと終わり。めっちゃ長かった、これ本当に。でもさ、すごいリアルに撮れたと思うんだな。だってめっちゃリアルに自分で撮ったり撮ってもらったりしたんだけど、めっちゃ分かりやすく撮れたと思うな。ね、初めての試みですもんね。結構疲れた、本当に疲れたけど、すごいね、私今回のこの企画意外と良かったんじゃないのかなって思ってるので、みんながいいねいっぱい押してくれたりしたら、またこの企画をちょっと頑張ってやっていきたいなと思うので、ぜひ皆様グッドマークとチャンネル登録よろしくお願いします。ということで、今日はこの辺で。またねー。